川口良安が、養子の良暇に与えた、カスパル流免許状、漢文六年。加工家歴史資料、カスパル伝新聞。明和八年加工家は、下鎖国古賀藩に代々使えた範囲の一族。加工家に伝来した、日本国際古の解剖刀を含む、多数の医療器具、カルテ等の関係資料は、加工海学等関係資料の名称で、 茨城県指定有形文化財に指定されている。家門は、いゲタないひだとえ。教法十二年上京四年。忌みなは春ますます。後は両案。非善国松浦に生まれる。父の助太夫は、伊予国を大子から出て、非善松浦藩囲となった人物である。松浦藩を浪人した父に従い、長崎で数年居住し、唐津藩土池の藩囲となる。 慶安2年江戸散布の折に、江戸幕府の第3代将軍、徳川家光から直々に、オランダ将官医、カスパルシャムベルゲルの医学知識のすべてを吸収するように命じられ、最新の西洋流下化治療法を教授され、オランダ通訳、井の股伝兵衛に伝える。この初期のオランダ流下化カスパル流とも言うべきも先の南蛮流下化との間にはあまり区別はなかったとされる。 カスバル流下科として、いわゆる高毛流の代表的なものである。また、シャムベルゲル関連の報告資料を入手した両腕は、その後の出島省官位にも高い関心を寄せる。その後京都に住居。弟子に中島義駅。著書も非常に多く残しており、数多くがのものが、慶応義塾大学医学部関連の図書に所蔵されている。 著書寛永二十年聖徳四年、豪波良官。もともと、下野佐野の出身で、本名は、野田ふさより。長崎で、高外科医として、川口良安に仕え、良安が五十九歳で没したとき、養子に入る。良官は、京都で、町医者として開業しているときに、鳥羽藩主、土入駅に、天長元年十一月一日に召し抱えられた。 さらに藩主に従い、唐津へ移る。そのまま長崎で医術を持って、ト入駅に仕えた。原文元年引く文化八年。意名は新任字は道後、豪派官春。非全国唐津に生まれる。藩主の土井俊里、李美俊厚に仕える。陽明は辰之助で、通称は中在門。法暦十二年に、長崎で、栗崎同位に入門して、 栗崎南蛮下下を治め新任と解明。土井俊里が京都書次第になった時に随行し、小木の玄外に入門。京都で山脇東洋の不分けを知り、衝撃を受けた加工は、京都の成功で、元外と共に警視隊を解剖し、体をやに重きを置いた山脇派に対して、東部の解明を行い、脳と眼球の死祭を、開花バネ編にまとめた。 これは、明和六年のことで、江戸で、杉田玄白らが不明けを見た時期よりも2年も、早いことになる。お知主の古川遺法に従い、以来代々古川に住んだ。小賀藩となり、小賀藩柄郎、小杉家と親しくする。本聖寺にある、新任の墓は、小賀氏指定文化財となっている。著書完成五年明治二年。豪和、遊興、東仁市。新人の孫。 晩年の過ぎた玄白に入門。古賀藩に、いち早く首都をもたらした。屋敷には、初夏の小山加賀井らが集まって、監視の会を模様し、監視にも造形が深かった。その他、江戸の乱学者たちと広く交わり、とひとし雑録には、カステラの製法が書き留められている。文政十二年明治三十九年。号は、安洲祭、枕川。 杉田聖景塾に入門し、一年間学ぶ。ついで、伊藤原木について、乱法医学を学んだが、安政四年に、晩書調べ書に就学。文久三年幕府医学書首藤役造院に際し、首藤の官邸役六名の一人に、杉田安才として名を連ねる。首藤書、首藤官にて教授となる。晩年は、小賀藩を辞職して、家督を、 弟の信久に譲り、漢学者の大沼鎮山に学び、小賀取見町に住居し、漢学塾を開いた。開永四年大正八年、字は高行き、号は、久し祭。兄の信広から家督を継ぎ、小賀範囲に就任。江戸の慶応義塾内の医学書に入学して、福沢幸知らに医学を学び、創世期の医学書を卒業。廃藩治験により、 小賀藩が消滅し、範囲の座を失った。伊藤関西に学び、明治11年に、明治政府より、医術開業免許を受け、近代医師として出発。明治初年、未だに、医療施設が完備されていなかった茨城県で無償で、首都活動を行ったり、伝染病や、コレラなどの医療活動に、多大なる貢献をし、北関東における医の基礎を築いた。ありがとうございます。